じゃあ順番的にはドライブマスター、はい、サードのビッグマフ、はい、ラムズヘッドに行ってエルクになって、そこからはそのヴィンテージのエフェクターのメインっていうのは変わってない。そうですね、うん、この辺っていうのはどのあたりで登場？これはあのスマイルっていうアルバムのステートメントっていう曲があるんですけど、はい、それで使ってます。なるほど。パズとワウ両方使うんですか？片方ずつ両方使ってました、その当時は。あで、あのツアーとかにも持ってってたんですけど、やっぱり壊れるんで、はい、そうですよね。そうで、まあちょっとコピーになるものが欲しかったんで、はい、それでマスフのワタファズ。そうですね。なるほど。なんかコピーモデルとしてちょっと作ってもらったんですけど、僕あのマスフ の, あのビルダーの愛子さん、そう愛子くんは同期で、昔僕あのエフェクターブランドを始めた時にちょうど代理店さんが一緒で結構仲良くしてて、それで今度ボリスのバタさんにファズ渡すんだよねって言ってて、それが多分これだ、そうプロトタイプが、はい。でもワタファズっていわゆるワウの部分が入ってないじゃないですか。はい、それは良かったんですか？もう諦めた。諦めた感じですね。なるほど、うん。すごいですよね。これは本当すごいと思う。昔こんなにオリジナリティのある筐体を出して、今そのこれを作れって言われたら、このね、あのそうですね、トーレックスっていうの、これなんていうの？あの何でしたっけこれ？ツイード？ツイードじゃない。あのシルバニアファミリーと同じ製法。シルバニアファミリー。あの吹くんですよね。ああ、わかるわかるわかる。はい、名前忘れちゃいました。これはでも相当コストかかってるんじゃないか。同じにしてもらったんですよ。そうですね。ああ、なるほど、なるほど、そういうことか。こ、うん、れもシルバニアファミリーと同じ作り、うん、大変だったみたいですよ。なんかコストがかかってかかると思います、うん。ビッグチーズとか僕結構気になりますよね。大好きです、ね、うん、ラブトーンすっごい好きなんで、僕ら大好きなんで、うん、これはどんな時に？ノイズに入ってる太陽のバカで曲で多分使ってて、はい、それ以外だとあのキーボードにつないでたりとかしてました。なんか当時結構そのブティックペダルっていうのの割と先駆けというか、はい、そうですよね、高級ペダルのかなり早い段階のやつですよ ね、 ね、やっぱりそのコレクターがたくさん現れるような、うん、よく eBay とかで探してましたよね。そうですね、うん、こんな珍しいというか、まあ数作ってなかったじゃないですか、高くて、を選んだ理由っていうのは何かあったんですか？これどうだったの？覚えてないんです結構こういろんな大量にある中でもかなりのちっちゃい珍しいものじゃないですか、うんうん、かなりのこう細かい理というか深い理由があるんじゃないかと察したんですが、でも多分ボリスくらいその世界に目を向けて音楽を鳴らしていたら、はいはい、多分割と自然にたどり着くんじゃないかなとも思うかな。あ、逆に、うん、実は僕がすごい印象があって、どうしても手に入れたいなんですけど、はい、グリーンマシンっていうカナダのバンドの、はい、ファーストのレコーディングの時に吉村さんのブチャズのプロデュースで入ってて、はい、吉村さんはその時に来てたんです。その印象すごいですよ、はい、吉村さんもね結構中いじって改造するのすごい好きだったみたい で、ね、ギターもエフェクターも、はい、なんかコンプのトランジスタ抜いてファズにしてた伝説とか有名ですもんね、うん、ビーバーとかは、ビーバーはあの悪魔の歌っていうアルバムに入ってる、はい、いびつっていう曲があるんですけど、はい、それであの低音が出るジーっていう音のやつを使ったのと、 あとフラットでのギターソロで多分使ってると思います、はい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 、LED が追加されてます。使うし、そうなんです。ドワーフクラフトとかなんかちょいちょい、これはしょっちゅう使ってます ね、 そうですね、なんか、はい、うん、渡さんだけじゃなくて高石さんの方にも足元にあったりとか、ボリスのイメージにありますね。そうですよね、ドワーフ高石はメインのバズが、はい、ドワーフクラフトで、うん、オークレアさん、あ、オークレアさんだ、うん、あれも結構俺持ってるのあれ1号機なんですよ。ああそうなんですね初代高石、うん、モデルも出してます。え？だっけ？うん、え、あれ？あれ？あれ？たけしモデル、うん、ピンクモデルですね。ピンクのモデルありますね。ボイボールバージョン、うん、今欲しい。俺モデルというよりはこう、はい、バンドモデルみたいな、はい、
今欲しいです。結構大雑把なんですよね。すごいいろいろ大雑把ですね、作りとかね。グレートデストロイヤー戸高さん使ってませんでした？使ってたし、あの届いた瞬間から LED が壊れてて、はい、それを自分で取り替えた記憶がある。でも音はねすごいやっぱり破壊的で、はいはい、ちょうどねあのデビーエバーとか、ね、あのノイズ、第2次ノイズペダルブーム、 そこの系譜の中に、はい、と延長にいる感じというか。そうですよね、セカンドジェネレーション系の、うん、我々としてはこれに食いつかないわけにはいかない。そりゃそうです。バズボックス DOD の、うん、メルビンとかね、バズのモデルなの、うん、まあ、そういうことか。そうそうそう、それで、これはちょっと1人1台買っとかなきゃメンバー1人1台。そうそうそう、もともとはブルーボックスのレプリカらしい、うん、はい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 。なんでこれを出したんだっていう音はしますよね、やっぱりえぐみが。そうですね、えぐみだけを抽出したみたいな。そうです、ね、出た時にメルビンズが出した7インチでアナルサタンって曲が B 面に入って、それでブーッとしか言ってない。俺はもう大好きなんだけどね、それみんな。でもまあそうですね、僕らも好きですよ、うん、まあね、あの番組名にしてるくらいなあの DOD のその変なペダル御三家の1台ですね、うん、ミートボックスとゴーンクレーターとパズボックス、これにまだエアトラッシュにまだ触れてないですね。これは最近、最近とかちょっと前に導入した、はい、これなんかインスタだっけ、なんかインスタでなんかすごい面白い音が出てるのを発見して、で取り寄せて、なんかね、うん、アルバムの取材させていただいた時もだいぶ活躍したという。はい、はい、気になるよね、ちょっとね。そうですね、このデザインあったらいいですよね。このデザインで変な音っていう、うん、これはテープエコーとの相性がすごい良くて。なるほど、強烈なノイズですよね、わりかしノイジーな。そうですね、はい、うん、ひどい音っていうか、なんかひどい音って言ったら失礼なんですけど、はい、面白い音が出ます。なんかインテリジェンス、うん、そうですね、めちゃくちゃ頭のいい狂った瞳、まあ、あとは歪み足すですよね、本当に最近出たばっかりですけど、はい、歪み足す、はい、まあこれいわゆるこいつを、はい、エルクのビッグマフ、はい、これをまあツアーに持ってって、もう何回も壊れて何回も修理して、やっぱツアー仕様の代わりになるものが欲しくて作ってもらったやつです。うん、あの僕自分がやってるクリプトシティっていうバンドで、はい、ボリストツアーしてた時に、はい、ちょうどデモ機をチェックしてましたね。そうなんです、あの隠さないといけなかったやつですよね、当時あのガムテかなくてこれ見せちゃいけないんですみたいなボム。あ、その時にテックで、ね、そう同じ、はい、ツアーで、あの時の音とはもう全然違いますね、うんうん、ボツが来たことがあったわけですね。これじゃあっていう、ボツっていうか、はい、最初になんかこんな感じで、なんかそのジェイミー、あの EQD のジェイミーがもなんかも同じのを持ってるってことで、はい、まあ、それでそこから設計してこれでどうって言って持ってきてもらった音が、はい、うん、私が持ってるのとちょっと全然違う音だった。そうですよね。そこから始まっていろいろもうちょっとこうしたいとか、はい、したいとか、なんかそれをやり取りして。あ、じゃあこれジェイミーに直接この個体は送ったんですか？最終的に送ることになりました。なんかうん、もう6回くらい5回か6回目ぐらいでちょうどコロナに入ってライブができなくなって、まあ、しばらく使わないからっていうので送りました。なるほど、あるんだよね、その、うん、この個体だけが持ってる。ありますね、なんかこの倍音感とか、うん、ありますね、これなんだろうみたいな、うん、なんかクローン系のエフェクターって元になってるエフェクター良くなかったら全然良くないですからね。本当にそうだね、うん、確かに、うん、まあでもこれを元、現物が元になっている以上はまあ確かにっていう音しますよ。確かにそれは、ね、後ほど音を出すとしても納得の一台、ね、そうなんだ。違う筐体持ってる人は全然違う音って思ってるかもしれないってことですよね。確かに、うん、これまあ、歪み足す引いて、いや、エルクのこんなによくねえだろうっていう人がいてもおかしくはないですよね。あくまで綿さんの持ってるこの個体のことをこう再現するっていうコンセプトってことですよね、うん、
なんか他に注文は出したんですか、これをヒズミタスをこう製品化するにあたって。いやもう本当に同じ音が出るようにしてほしかったんです、私的には。はい、シンプルで一番難しいやつですね、うん、で最初はもうもっといろいろ細かく音域の設定ができるように4つのノブ で進行してた時もあったし、最終的にこういう感じになったんですけど。やっぱ3ノブが良かったんですか。なんか私もあんまり機材詳しくないんで簡単に設定できるのどんだけのものが並んでる、この4枚で。わたさんのこのエルクのビッグマフってすごい特殊な音がしますよね。なんか、うん、バランスがやたらいい、うん、すごいバランスが良くて、うん、なんかすっごいサスティンが伸び方がすごい独特というか、うん、倍音感なのかな、はいはい、そういうところがなんかライブ見ててもすごいなって思うところとかが再現されてる感じがするっていうか、うんうん、歪みたっすね、うん、家で鳴らした時にちょっとボリスな気分を味わえる、はい、疑似ボリス体験が、ね、でもそれだけじゃなくて結構汎用性が高いというか。そうなんですよね、うん、ただのそのビッグマフサウンドっていうもの、いわゆる、うん、を求めてる人たちにも多分絶対フィットすると思います、うん、普通にすごく使いやすいエフェクターだなと思います。そうですね、使いやすいですね、うん、とにかくビッグマフ系の中で可愛いしね、あそのグラフィックが、うんうんうん、いやでもなんかこの間お話聞いた時に確かあの後藤さんがおっしゃってたと思うんですけど、なんかやっぱボリスの音が世界中に渡っちゃうから今度は自分たちがそれをどう乗り越えていくか。あなるほど、あみんなボリスができるようになっちゃうわけですね。そう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 、いやそんなことはないと思いますけど、うん、でも同じ音がね出ちゃうというか、和田さんのその肌感覚的に、うん、やっぱりもうこれとほぼ同じようなニュアンスが出てると言い切れる感じなんですか。そうですね、なんか、厳密にはちょっと違うんですけど、まあですね、それはそうですね、うんうん、かなり近いところまでは行っているってことですね。うん、大事なところちゃんと出ている。大事なところが。なんかいろいろデモ動画上がってるけど、あ、うちも音出てるって思うもんね。とはいえ、こういったアンプがないと、まあね、ボリスの音にはならないということで、そう、マットアンプを使い続ける理由っていうのをちょっと、和田さん本人から聞いてみたいですよ。マットアンプってこんな、パネルの色でしたっけ。これ買った時真っ白だったんです。すごい綺麗だったんですけど、まあ私の使い方が悪かったんですかね。なんか奇跡的にこんなんなっちゃった。めっちゃかっこいい感じの、うん、エイジングされた。全部剥がれ落ちてっちゃって、なんか。これこのままシグネチャーモデルとして出たらすげえ。これでですか。この銀色のフェイスで、うん。なんで白い塗装だけ落ちたのかっていう。ね、本当ですよね。でこれも個体差がすごい大きくて、たまたまこれ楽器屋さんで試したのがすごいいい音で、それで買いました。その日本の楽器店ですか。そうですね、新大久保、新大久保の、あもうどこだかすぐに中古楽器ですか、 TC 楽器だったと思います。 TC とかですよね、確か、はい、TC っていう名前になる前ザ・中古楽器だったと思います。ああそうだ、そうです、まだなる前だった気がする。それとスペースエコーのある150なんですよね、はい、いわゆる、201でもなければ301でもなく。そうですね、201も持ってるたんですけど、私はなんかこっちの方が廉価版なんですよね、150って確か、うん、そうですね、なんか意外に操作がシンプルで使いやすかったっていうか。あなるほど、確かに素材にね持ってくんで、はい、重量が軽い方がいい。201は重いですね。そうですよね、うん、なるほど、リバーブついてて。あじゃあ150結構必然性があるんですね、うん、それこそ例えば一番壊れやすそうに思えますけど、ビッグマフとかより。いや何回も修理してます。もう本当にはい、動かなくなって。替えのテープとかストックされてるんですか。替えのテープはなんか一時期廃盤になるときにまとめ買いしてあったんですけど、はい、それがなんかなくなっちゃって、はいはい、でなんか海外アメリカツアーしてるときになんかテープ使っていいよって言ってなんかいっぱいもらったんで、なんかそれをなんか
このテープエコー用に切ってもらって、はい、あのエンドレステープしてもらって、それで今はそれを使ってる。キャビネットがオレンジだっていうことにも結構こだわりがあるんですか？それはなんか一番最初に梨が買ったこのスタックのアンプがオレンジだったんで。あ、なるほど。それでその現物を今でも使ってらっしゃるってことなんですか？うん、今も使って、まあ、それにプラスして買い足してってはいるんですけど、はいはい、その当時買ったやつも使ってます、はい、重いですよね、めちゃくちゃバカみたいな重いですよ、本当に。すいません、僕が言うとちょっとあれなんですけど、本当すいません。あとギターですよね、今まさにここにある持たせていただきました。何かこだわり、ギターへのこだわりっていうのを聞いてみたいですね。色とか、うん、形とか何でもいいんですけど、もちろんこだわり、まあ、私が一番最初にギターを初めて買ったのがレスポールだったんで、黒の、はい、そっからずっとレスポールばっかりですね。あ、うん、そのレスポール現物ではないってことですよね。それはバーニーのやつだです、はい、当時、うん、でこれでもレスポールの中でも、あ、レスポールカスタムの中でもちょっとネックは細いと思うんですよ多分。あ、確かに。もう一本サブのこっちはメープルなんですよ、ネックが。あ、メープル、あ、なるほど、メープル材。あ、これ魔法ですね。あ、魔法だ、うん、魔法が、ね、うん、重いですね。そうですね、なかなかジャズベの軽いやつぐらいあります、ね、うん、ライブでこれを持ってやってらっしゃるんですね。いや、私ギターがこれが普通だと思ってて、一番最初に買ったのがレスポールだったから、ちょっと僕のジャズマスターとか持ってびっくりしました。なんかそう SG とか持って、え、何これってなった。しっくりこないですよね、もう逆に。なんかそうですね、なんかネックの方が重くてこうバランス取るの大変だった。あ、 SG の方は、うん、SG はピックアップとかそのパーツ交換もされてるんですか？これピックアップはダンカンに変わってます。あ、変わってますね、あの、うん、黒いインクで塗りつぶされてますけど、なんか専門はダンカンの文字が見えます、うん、何年生なんですか、レスポール、これは。これが 86? 6かな、はい、で、まあこれのサブが欲しくて、はい、同じぐらいの握りのこう握りやすの感じが同じやつを探して。いや、これ本当確かにすごい弾きやすいんですよね、うん、薄いですね、うん、幅は広いんですけど薄いように感じますね。なんかあのローコードっていうんですか、はい、が多分そんなに大変じゃない、大変じゃないと思います。生音でもボリスの音がして。悪魔のように低いチューニングという。そう、チューニングですよね、本当に。これもそう、ギターの弦が太い、太いの貼ってあるんで、バリトンギターみたいな感じですね。3音下げ、3音下げで6弦の太さが60、うん、60、60、うん、鳴らしてみましょうか。すごいですよ、このネック。リシェイプしたのかっていうくらい。そうですね、うん、こんなベタベタ触ってるのがちょっと申し訳ないです。ちょっとそうですね、全然大丈夫です。重いんですぐに置きたいです。じゃあ音出さないんだ。出す流れじゃなかった今。じゃあこのセットで、はい、ちょっと順にドライブマスターからボリスの歴史をたどるような感じで歪み立つまで行けたらいいですよね。はい、はい、ちょっとなんかあのボリスチームが綿さんに引かせないっていうあのいじめのような、ね、制約を課して。いや、引かせないとかなくてこのセッティングで二方が引いたらどうなるのか。なるほど、そう、楽しいんじゃないかなと、はい、果たして綿さんと同じ音が出るのかどうか。そうだね、うん、じゃあちょっと鳴らしていきましょうかね。鳴らしていきましょうか、はい。